況になった時は金、景気がいい時は株式、分散投資というのを測るのであれば、はい、エミさんこんにちは。お金に悩むすべての人をパワフルにするコーナー、お金の部屋へようこそ。今回フォーサイト FP 講座を担当しております伊藤がですね、いつもの通りいろんな悩みについてお答えしていきたいと思っております。少しでも皆さんがハッピーになれるようにね、ぜひ話をしていきたいと思います。さて、今回のお悩みは何かというとですね、トゥデイズコンサルテーションにあります通り、毎月資産運用として株式投資をしています。もっと投資の幅を広げたいのですが、おすすめはありますかってありますけど、おすすめはですね、ないですね。なんでないかというとですね、これいつ聞かれるかによって変わってきます。要するに経済の情勢に応じて投資っていうのは変えていかなきゃいけないので、今聞いても私がお答えする答えがですね、半年後にはもう違ってますので、だからおすすめなんて聞いちゃダメですね。自分で考えなさいって話ですね。で、ただまあ一個言えることは、まあこの方の場合はまあ月々4万円ぐらいですかね、投資とは別に預貯金があるわけですよ。だからバランスとしてはまあ悪くないかなと思います。で、これ投資多分3万円ずつコツコツ毎月投資してるんだと思いますけども、まあいろんなものにやってください。まだ若いからね、しかも独身だし、だから思い切っていろんなものやってください。で、貯金額がもしあるのであれば、もう少し株式投資でもいいかもしれないし、例えばまあ投資信託とかでもいいし、外貨でもいいかもしれませんが、不況になった時は金、これがやっぱりいいと思いますね。で、景気がいい時は株式、つまりですね、まあいろんな考え方があるわけで、コツコツ安定収入が欲しい人は不動産とかね、いろんな考え方がありますから、どれが正解というのはないんですよね。この方がまあ、積極的に株式に投資してるのであれば、おそらくリスクは結構取ってもいいという方でしょうから、であればもう少しね、思い切った勝負に出ることもいいかなと思いますが、いやいや、コツコツやってドルコスト平均法で単価を減らしながらコツコツ安定的に増やしていきたいんだというのであれば、今のままでも構わないとは思います。ただ今のままだと株だけになっちゃってるので、分散投資というのを図るのであれば、例えば不動産を入れるとか組み込むとか、株式だけじゃなくて外貨を組み込むとかね、いろんな分散投資をしていった方が最終的にはいいんじゃないかなと思います。景気がいい時なのか悪い時なのかによって話は変わってきますので、そのあたり考えて、ぜひ皆さんご自身でまずは勉強して体系を立てるようにしてください。完全に運用っていうのはですね、誰かに聞けばいいというものではないんです。最後自己責任ですから、自分で考えてぜひ行動できるようにしてください。何の答えにもなってないかもしれませんが、私からは以上にしたいと思います。今回のお金の部屋いかがだったでしょうね。またね、来週金曜日にお会いしましょう。ではさよなら。